エンド、E シリーズ、エンド、E シリーズ、エンド、E シリーズは、アメリカの EMC 及びその更新の GM エンドが、製造した、旅客用の電気式ディーゼル機関車のうち、E で始まる、形式名を持つ一連の形式の総称である。E ユニット、E ユニットとも呼ばれる。共通している特徴は、キャブユニットであること、ディーゼルエンジンと発電機を2組搭載していること、同軸の間に、 ユーリンを挟んだ三軸台車を二組装備していくこと等である。1937年5月から1963年12月にかけて製造された。シリーズ名の E は初期の形式の出力1800馬力の頭文字に由来したものであったが、後に改良されてそれ以上の出力となっても E シリーズの名は引き継がれた。原型は 1935年に製造された1800馬力の機関車各種である。その年、EMC のデモンストレーション用に2両、ボルチモアハイオ鉄道用に1両、アッチソントピカサンタフェ鉄道に2両が、それぞれ個性的な外観と共に納入された。これらの機関車は、出力、機器配置とも E シリーズと同じであったが、箱型の車体であることと、 R タイプ B 型台車を装備していた点が異なる。EMC は続いて1937年に TA を完成させ、6両をシカゴロックアイランドパシフィック鉄道に納入した。これらは E シリーズと同様の外観であったが、ユニオンパシフィック鉄道の m 1万等と同様に1200馬力のエンジンを1機だけ搭載した軸配置 BB 型の機関車であった。よって、 BA は E シリーズとはみなさない。E シリーズには運転席のある A ユニットと運転席のない B ユニットがラインナップされ、両ユニットは総括制御できた。各鉄道事業者は ABA または AB というユニットの構成で購入することがかった。前者は機関車の方向転換が不要な点が、後者は列車を編成で見た場合に、 流線形の先頭から後部まで一直線になる美感が考慮された。E シリーズの外観は、ほぼ同様の衣装を持つ。形式によって異なるのは、前頭部の形状が傾斜しているか、丸みを帯びているかということと、ヘッドライトの形状、そして側面である。EA と E1A は、大きく傾斜した前頭部とくぼんだように見えるヘッドライトが特徴である。 ロードナンバーを掲示する、ナンバーボードは小さく、EA は、ティアドロップ型を横倒しにした形状、E1A は長方形である。E2A は、傾斜を球状に変更し、ヘッドライトがその上に突き出たような形状。E3A から E6A まではまた傾斜状に戻り、ただしヘッドライトは突き出たものとなった。E7A から E9A までは、傾斜の角度が垂直に近づき、 海シリーズに引き継がれる形状となった。このデザインの衣装は1937年に登録されている。側面の窓形状を見ると EA、EB は両端が半円形の三連窓 E1 は四角形 E2 は円形の幻想 E3 から E7 はほぼ四角形そして E8、E9 ではまた円形の幻想である。 後に経年により改造を施された車両もある。また E8A は車体側面上部にファーエアフィルターと呼ばれるステンレスのグリルを配置している。シカゴバーリントンドクイン C 鉄道用に製造された E5 はカリフォルニアゼファーに合わせてステンレス製の車体を採用した。E シリーズの発展は外観の変化とともにエンジン出力の増大の歴史でもあった。 最初期の EA、e b はエンジン2機で1800馬力であり E3 では同2000馬力最終的には E9 で同2400馬力となっている出力が増大することによりより重量のある列車を牽引することが可能になり同じ重量の列車ならばより高速での走行が可能にた EA、e b から E2 までは、ゼネラルモーターズ参加のウィントンエンジンコーポレーションの 201A 型エンジンを使用した。ボア8インチ、ストローク10インチのシリンダーを60度の V 型12、気筒に組んで、排気量98.8リットルとし、1機あたり900馬力を発揮した。このエンジンは、潜水艦由来のもので、山岳区間等で長時間の全開運転を強いられる。 鉄道用のエンジンとしては適切なものではなかった。2機搭載しているエンジンのうち1機が使用不能になり、残る1機でスピードダウンして列車を運転しなければならなくなったことも稀ではなかった。車両の製造はエンドの前身エレクトロモーティブカンパニーであった。E3 から E9 まではエンドが開発した567型エンジンを使用した。 このエンジンは 201A エンジンより、ボアが1、2インチだけ、大きく、45度の V 型12気筒に組んだ、排気量は111.5リットルとした。発展するにつれて1機あたりの出力も向上し、E3 から E7 までは1000馬力、E8 は567バイト型エンジンとなり1125馬力、最終的には E9 で1200馬力まで向上した。 E8 においては冷却ファンが装備され、E9 においてはダイナミックブレーキがオプションでオーダーできるようになった。E8 より製造が EMC から GM エンドとなった。E シリーズはマーティン・ブロンバーグが設計した旅客用機関車用台車を装備していた。軸配置は A1A1A、つまり三軸の台車の内両端が同輪で、中央が有輪である。 ホイールベースは14フィート1インチである。数多く量産された二軸のブロンバーグ B 型台車のように横揺れ防止のために各軸間に揺れ枕がある。この台車は微細な改良を施されながら1963年まで製造が続けられた。末尾の A は運転台付きの A ユニットを B 運転台なしの B ユニットを表す。 いくつかの鉄道に E シリーズが走行可能な状態で存在している。また、博物館に保存されているものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。